これはね、年に2、3回ドリフトシーンで受けますけど、これはナンバーないんですね。あ、あの車載工具でトルクレンチは見たことがないですよ。ゆうきです。車チャンネルです。うさあ、ということで始まりましたけども、はい、見てください皆さん、はい、ガレージの前にいる、うん、シャッターの前に立っておりますが、今回もうとんでもなくスペシャリティなゲストの方に来ていただいているというか、私たちがね、はい、お邪魔している感じでございますけども、はいはい、こちらお越しください。どうぞ。あー、通り過ぎちゃった。通り過ぎた。呼んなきゃいけない空気でしたね。谷口と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。のうてるさんでございます、はい、いやいや僕もズボンだけが足りなくてすいません。だいぶ短いあの夏の男感が、ね、本日はですね、ガレージに邪魔しておりますよ。いやいや、プライベートのガレージ正直ね、いろんなあのテレビとかネットとかでだいぶ擦りすぎてますけど、大丈夫ですか？大丈夫です。車のチャンネルとしての見方をですね、はいはい、やらせていただいて、わかりました、はい、ざっと説明するとですね、はい、まあ、ここはあの、まあ、僕の知り合いがですね、僕のために建ててくれたんですけども、はい、ここ、まあ、最初はまあこれ多分稲葉物置ね、僕の愛車をこうしまっておいて、まあ、雨風しのげて台風もしのげてっていうところで屋根付きガレージが近かった、はい、そこにね、最初こうかっこいいタイルとか引いて、はい、ガレージライフ楽しみ始めたんですよ。いいですね。で、そうしたらちょっと加速度を増してきまして、はい、レースのピットのような感じにしたいと。いやいや、これはもう男子の夢ですよ。はいはい、その中ではだいぶかっこよくなった感じです。実際雑誌とかではね、あの、はい、拝見させていただきましたけど、生で見ると、これは楽しみじゃないですか。楽しみですね、はい、リモコンでシャッターが開くんですけども、うん、ちょっといろいろありまして、はい、ここからじゃ開かないですよ。あ、そうなんですか。ここ開かない。あ、本当だ。開いた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 。機嫌がいいね。機嫌がいい。よかった。ガレージも機嫌がいい。今日は。開いた。開いた。いや、ちょっと。やばいやばい。どうですよ。うわ。え、なんかリアクションすげえな。いや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 。絶句です、逆に。絶句ローですよ。これはやば。さっきね、あの1回開けてそっちで本気のリアクションしちゃいましたよ。シルビアとアイティですね。あの夢ですね。これ言い方があってのか分かんないですけど、本当に大人のこうおもちゃ箱じゃないですけど、お、的を得たと。僕のおもちゃ箱です。いやあの通のあのこうね、はい、並び方、ちょっとあのトネ工具さんの工具を並べさせていただいてるんですけども、はい、壁掛けになってると欲しいものにまっしぐらいいけるじゃないですか。確かに確かに。だいたいあそこで用が済むんですよ。うーん、だから時間がかからない。なおかつ何かがなくなったらちょっと分かる、はい、効率化とかっこよさ兼ね備えてるわけですね、はい、あれちなみにあ市販されてるやつか。もちろん、はい、されてるあの状態で売ってます。いいなぁ。お部屋に、まあ、値段次第ということで。いじるものがないですね。大丈夫です。僕もここでいじらないんで。あれ細かく見ていきますか、はい、まず最初このガレージができた時に、はい、一番最初にやったのがこれですね、はい、スイストラックスっていうねマットなんですけど、これってこの物置がもともと備えてたものじゃなくて敷かれたやつですか。普通にセメント、セメント、セメント。これイベントで使われてますよね。イベント会場でもよくテントの中とかにありますよね。よくオートサロンとかでもよく、はい、これめちゃくちゃいいですね。これあるんですよ。こんなに違うんですか。これあるだけでもうガラッと稲葉物置がワンランクアップするわけですね。でこの色も入れてってことですね。このそうそう、色は好きに選べるんですよ。はい、色はこういうふうに選んで、はい、そして次にあのトネ工具さんをこう入れさせてもらって、はい、ちなみに内側のこの黒はこれは後からです。あ、でも黒塗りされて、元々はこんな、あ、はい、こんな色、はい、はい、普通の、はい、普通の稲葉物置の内装変更ですよ。この中全部黒にこう壁を作ってね、間接照明して、はい、ここは色塗って、これすっごい黒に塗って、しかもマットな、そうチャッターの裏側も塗って、あ、そうっすね、うわすげえ塗ったわけです。うわ黒いいですね、締まりますね。そうでしょ。で、あそこにこう空港のようなこうライトを、いやそっか、うわこれはこれすごいですよ。皆さんちょっとすごい。これは今もね、工具を照らす。あ、本当だ。うわうわ、間接照明というか。ここにもあるわけですよ。おお。これもともともちろんないわけですもんね。これ棚自体がそうです。ないですね。棚作ってモニター置いて。僕それこそ GT でもお仕事させていただいてたんですよ、うん、前、はい、GT で仕事？ブースのトークショーとかの MC やられてて、うん、いやなんか挨拶来た記憶がないなと思って。いやいやちょっと待って、いやそんないろいろあったんですけど、やっぱどうしてもあの格好で他のチームなんかそのようなこのピットの、うん、さらにこうタイムモニターとかあるような、
あーめちゃくちゃいいちょっとこれめちゃくちゃいいな。オーバースライダーがこうね、はい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 、縛っててね、いいですね。このレールにこう使ってあれなんか吊り下げ式のイヤリングのみたいですね。あ、そうだね。GT 好きが出ちゃってる。ガレージだけで何時間行けんだっていうぐらいの。その照明はスポンサーのような感じ。そう、これは僕のスポンサーを、あのなんとなくこうね。あれすごいよ。これ。おお。これをテストだいぶ変わるでしょ。はい。こうね、おお。TV とかで見たことあります。この照明。うわこれあれですね、本当このまんまオートサロン出店されてても何も違和感ないぐらいのこの、いやいや、この辺に人がわざわざ入ってほしくないで、まあ、僕の愛車の S15 シルビオと、はいはい、180とバイクが、まあ、2、3台とね。これは入れ替わったりするんですか？これがたまに出番があって、あれより全く出番がなくて、これはね、年に2、3回ドリフトしに出てますけど、これはナンバーないんですね。ああ、はい、支えてさせて、はい。で、あっちはナンバーありますけども、まず乗らないですね。ピカピカのピカピカにしたから、はい、外を走らせたくないんですよね。あの、輝きが消化というか、骨から綺麗にしてるんですよ。いや、拝見させていただきますわ。まず骨があのボディショップと一緒だからね、はい、車の裏側も、はい、中 の、はい、あの内装を剥がしたところも、はい、トランクもエンジンルームもあの、はい、骨が全部もうあの真っ白だよね。おっ、ま、これまたあれですか、こだわりというかなんかね、はい、加速しちゃったんだよね。近所のね、はい、まあ、あの僕の知り合いがやってるショップがあって、はい、彼個人がやってるんで、はい、暇そうだったから、はい、僕のあんま乗らなくなったシルビアをね、ちょっとまあ小綺麗にしてくれよと。エンジンルーム中とか、はい、まあ、ガラスもフロントガラスもだいぶ飛び石とかでだいぶ汚いから、ガラス変えようかと、はい、まあ、取ったついでにあの開口部のとこだけスポットでも打っちゃうみたいなところから、まあ、暇な時にちょこちょこやってくれよと、で請求書回してくれよっつって、はい、言ってたら、バラバラのバラバラにしてドバラバラにしてもう全スポット打って、はい、でタイヤハウスも作り変えて、あ、ピカピカのピカピカ見る。いや、めちゃくちゃ本当ですか。めちゃくちゃ本当です。すいません、 S15 はもう見れないんですか、この綺麗というか。おぉ、すごいな。これがね、はい、うわぁうわぁ、タイヤハウス作って、はい、うわすごい、うわ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 、何でスポット打ってるでしょ。はいはいはい。で、ここにこれ作ると、本当はヒューズボックスがあるわけ。はい、あ、ここに、はいはい、はい、このあるとつかないから、はい、これを助手席の前の袋の中に入れて、あ、だから本来エアバッグのそこに入れて、セットさせて、リセットして、はい、そのエンジンルームは、はい、まあ、変なこの配線とかなく、シンプルに、シンプルにして、うわー、超かっこいい。確かに無駄な配線がない。綺麗でしょ、うん、めちゃくちゃ綺麗です。タイヤハウスの中も綺麗に拭いちゃってるから飛び石が嫌なのよ。いや、もうそういうことになってきますね。だから走りたくないわけ当然雨とか嫌だし、今日のロケマジ雨降って断ろうと思ってここを見たら次後ろを見るのがルーティーンなんですけど、ルーティーンいいですか、トランクの中もね、もうピッと、おわわわわ、これはやばいぞ。まあ、もちろんフレームがまず綺麗になるのと、はい、これ本当はスペアタイヤ、はい、テンパタイヤが入ってるところです、はい、いらないんですよね、テンパタイヤなんか。あ、無駄なスペースで、ここを昔から僕はあのジャッキとか、はい、あの十字レンチとかそういうのをね、はい、うまく収めるような感じしたかったんですよ、はい、発泡ウレタンかなんかでここを埋めて穴掘ってこうやって入れようかなと思っていう構想があったんだけど、はい、それをトネ工具さんにイメージをこんなんが欲しいって言ったら、はい、作ってくれたんですよ、これをね。これごめんなさい、カーボン、上だけカーボンっぽいシールが入って、はい、あとスポンジですね。うわ、あの車載工具でトルクレンチは見たことがないですよ。そうでしょ確かにトルクレンチと、まあ、このエアゲージと、はい、ジャッキと、はい、まあね、レンチ類がまあいろいろあってね、大きい組みだからないで、ちゃんと車にここの中に固定してあって、はい、まあ、あーすげえ、遊ばないですよ。これも専用設計です。そうです、専用設計です、はい、でこれも あんまり物が跳ねないように、はい、それなりにこうちょっときつく作られてですね。本当だ、あ、すごい。もちろん市販化されてないわけですもんね、これ。されてない。いや、これだけでも男心くすぐるというか車好き心くすぐりますね。バッテリーもエンジンルームなかったでしょ。あ、確かに。ここにある。これシルビアは本来フロントなんですか。フロントなんです。あ、はい、移設ということ で、さらにね、はい、あのリモコンで切るスイッチができるんで、はい、しかも乗らないから
バッテリー端子オフするじゃない、はい、そういうのいちいちこう回して取ってとかせずにピッてやれば端子がオフにできて、ピッてやれば端子オンにできて、めちゃくちゃ便利ですね。便利でしょ。 S15、まあ、結局買えなかったんですけど、僕も当時車免許取り立ての時は本当に買おうと思ってて、今また乗るってなるとなかなかこう玉も、うん、でしかもちょっと値段跳ね上がってきてますよ ね、 今 S15 が、ね、なかなかね、きっかけがないというか、これだけの綺麗なものとこれだけ完璧にまとまった車体はちょっと見ちゃったら、うん、フェンダーは B&E っていうところの ベルテックスっていうね、ブランドのエアロなんですけど、ボンネット、はい、フェンダー、はい、まあ、全部、はい、アイスは全部、あ、全部同じメーカーで、はい、このアイラインも同じですか。そうなんです、はい、こういう車を見ると本当に本当はいろいろお話ししたいんですけど、って言葉しか出てまあそういう風にね、このシルビアには僕かなり思い入れがあってっていうか、まあ元々ね、はい、スポーツカーの黄金時代って僕は勝手に呼んでるんですけど、はい、サンニー GTR とか、はい、まあシルビアとか、はい、セブンとか、はい、たくさんいっぱいね、その頃いいスポーツカーがいっぱいあったんですけど、うん、車がまず軽くて、はい、FR でターボで電子デバイスがそんななくて、はい、だから運転手が乗って楽しい車の、はい、これは最後の車じゃないですか、そのシルビアミステシオ。確かに。これはだから僕が、はい、僕の財力だったり世の中のルールだったりが許される限りは、はい、持っておきたいなって思う一台なんですよね。なので、まあ、綺麗にして保管してますけど、しかも谷口さんも D1 それこそ S15 でチャンピオン取りました、ね、チャンピオン取られてこの車じゃないんですけど、はいはい、そしてこちらの車、はい、これはゲテさんですか。通称なぜゲテちゃんっていうかというと、このエアロが着く前にですね、はい、すごいゲテ物っぽい姿があったんですよ一時タイヤがこんな向きだよね、なんかその時に川端ドリフトのチャンピオンの川端氏がね、川端さん、はい、この車を作ってくれたんですけど、はい、最初エアロの絵文字もない、そのなんか全部ない状態で、はい、ターミネーターみたいな、いやそうですね、壊れたターミネーターみたいな感じで、はい、2の時のターミネーターのような、うん、はい、なんだこのゲテモノってところからゲテちゃんって名前ついたんですけど今はなんかゲテちゃんって感じじゃないですけど、ね、いや全く違いますよね、うん、まあ、余韻でゲテっていう名前がそれは僕がドリフト練習用にね作ったというか、ある時川端くんとね、はい、一緒に仕事してる時に、まあ、自分のバギー号っていうのがね、はい、すごい調子よくて、はい、ケツからいけてすごいんだっつって言うから乗ってみたいなって話をしてて、はい、ぜひ乗ってみてくださいよっつって、はい、乗ってみたいわっつっていう会話があったんだけど、はい、彼大阪、うん、僕横浜、はい、でまあだし、はい、そんなねケツから侵入していくような車ってやったこともないのに壊してもいけないし、はいはいはい、確かにね、そうですね、やったことないんだから、ちょっとそうですね、うん、怖いですもんね、初挑戦っていうところから、はい、人の乗ってこ無茶するのも嫌だから作ってよっつって言ったら、はい、あいいですよっていうことで、そもそも人たちにピッピッピッとこのどっかワンエイティ転がってないかなっつって連絡して、はい、またまたそのさあのエアロンとこの E&E ってところから、はい、ワンエイティあるよって言ってもらってこんな始まりだったんですか。元オーナーもびっくりですよ。これは川端君のところにこれを大阪に持って行って、はい、T&E の上野君にね、川端のところまで持ってってっつって持ってお願いして、はい、作ってもらって、はもうねすごいよ。いや走りの走行、僕なぜこれ作ったかというと、はい、よくドリフトの審査員とかコメンテーターとか、はい、やられてますね、まあ、解説とかね、はい、するじゃないですか、はいはい、今時の僕昔チャンピオン取ったんですけど、はい、その頃とはもう時代がだいぶ過ぎて、僕が D1 ってやつで初代チャンピオン取った頃っていうのは、はい、まあ、まだ普通なドリフトだったんですよ、うん、今はもうケツから来るのが当たり前みたいな感じなんで、そういうのをとりあえずできるようになっておかないと、解説する方だったり審査員する方してもね、なるほど、選手からお前できないくせに偉そうに言うんじゃねえよとかって言われても困るじゃないですか、はい、ちょっと嫌ですね、はい、っていうところもあって、はい、なるほど、作ったんですけど、こういう仕様の車はすごい、はい、ホバークラフト、ホバークラフト浮いてる、浮いてる、そう、ね、いやケツから来て、はい、もうケツから来て、まずコーナーに来る前に、はい、ターンケツをね90度以上向こうにやるんですよ、はいはいはい、フロントタイヤはただついてきてるだけで、はいはいはい、よく見ますね、パンパン来てて、はい、頃合いがいいとこでグワッて逆噴射的に、はい、あ、なるほど、ギュッと曲げて、すっごい前輪こうなって、もうほんと横っていうぐらい曲がってますもんね。そうですね、はい、でしかもそこまでこうパワーはそこまでこうないっていう、そうですね、これはそんなにないですね、300後半ぐらいかな。うーん、あ、もちろんあの競技者はね、はい、800から1000馬力ぐらい出してますけど、はい、これただ練習用なんで別に十分です。いやすごい、 D1 の迫力と
激しさと現実離れした車の動き、これぜひ生で、僕が進めるのは意味わかんないですけど、谷口さんの目の前で僕が進めるのはよくわかんないですよね。いや、あの行かれ具合がね、単走で走るところよりも追走で未来でこう行くところがねすごいんですよ。この距離で真横でコーナー入っていく意味がわからないですもんね。変態飛行変態飛行まさに喋ってばっかりもなんなんで、ちょっと切れ角見せましょうか。うわいいです、えやっと